皆さん、こんにちは。メディアお茶の笠子と申します。NHK Songs The Alfie ということで、なんとデビュー50周年、皆さん若いですけど、もう70歳なんですけれども、なんと衝撃、デビュー10年はほとんど売れなかったということで、もうめちゃめちゃすごいバンド、アルフィーがですね、10年売れなかったなんて僕全然知らなくて、僕アルフィーめちゃめちゃ好きで、もうこの30年ぐらい、まあ最近あんまり聞いてないですけど、めちゃめちゃ30年前ぐらいとか、めちゃめちゃ聞いてましたけど、そんなに売れてなかった時代があったなんて知らなかったということで、Songs の内容を簡単に紹介をしていきたいと思います。3人組のバンドアルフィーということで、もう毎回ヒット曲で、もうね、ヒットして名曲揃い。で、しかもですね、3人個性的で全てボーカルできるんですよ。もうね、超ね、ロン毛で、なんかもう、すごいなんかかっこいい系でエレキを弾いている高見沢さんとですね、もう本当にザ・フォークみたいな感じの、アコースティックのギターを持っている坂崎さん、そして、サングラスずっとかけてですね、ちょっとロックっぽい感じのね、ちょっとこわもてな感じで、だけど声が素晴らしいですね、ベースの桜井さんというこの3人でやってるんですけど、どの方も歌えて、どの方もね、歌、うまいっていうかね、それぞれ味があってすごくいいんですよっていう、まあ異色のユニットということなんですけれども、なんとですね、デビュー10年売れなかった。しかもですね、初めはなんとアイドルフォークバンドだったそうです。とても信じられないですけれども、まあ当初はですね、なんかアイドルのだから顔で売るみたいな。だけどフォークのバンドだよみたいな。そういう理解。で、そんな時に、その売れなかったアルフィーに、貴重なアドバイスをしたのが、同じですね、3人組のフォークバンド。ガロの大野さんというボーカルの方がですね、いや、オリジナル曲作った方がいいよ。バンドはもうオリジナルなんだよ。つって。で、でもその高見沢さんがですね、いや、どうやって曲作ったらいいかわかんないんですって言ったら、1ヶ月30曲作ればいいんだよ。1日1曲作ればいいんだよって言って、大野さん非常に面白いんですけど、いや、僕はそこまで作ったことはないんだけど、とりあえずアドバイスとして言ってみたって言ったら、もう高見沢さんがもう頑張って、もう1日1曲、1ヶ月30曲作ってきたというところなんですね。とはいえすぐ売れたわけではなくて、1974年にアイドルフォークバンドとしてデビュー、5年後にレコード会社脱退、そしてやっと売れたのが1983年16枚目のシングル「メリーアン」で大ヒットということで、これもね、僕ソングス聞いてびっくりしたんですけど、メリーアンか星空のディスタンスがもう初めのデビューシングルかと思ってたら、大ヒットしたのが16枚目のシングル。16枚目まであんまり売れてなかった。まあもちろんね、それなりになんかこう、ウィキペディアとかによると、もうそれなりになんかその、コンサートとかの動員はできていたみたいな。まあ当然ね、その16枚出せるってことは、全く売れてなかったっていうわけではないと思うんですけど、でもね、大ヒットは全然してなかったにもかかわらず、やっと10年経って、16枚目のシングルがメリーアンが大ヒットして、紅白にも出場し、さらに翌年にはですね、もう本当に名曲、星空のディスタンスが生まれてですね、僕だから星空のディスタンスから知って、もう星空のディスタンスがデビュー曲なのかと思って、もうずっと売れてる人なのかと思って、その後ずっと聞いてたんですけど、そうではなかったということなんですね。というわけで、ザ・ソングスの The Alfie 特集50周年で、もう出せば売れる、この素晴らしいバンドもですね、10年は売れなかった。そして、オリジナル曲作れ。じゃあ、1日1曲、1ヶ月30曲作る。そういうところを経て、それで16枚目のシングルでやっと売れたということで、まあ本当になんていうか、こう、好きを仕事にするみたいなことって、やっぱりちゃんと、数の努力とやっぱり時間も必要で、もちろんね、タイミングとかもあるんでしょうけれども、まあ諦めずにコツコツ続けられるというのがね、強みなんじゃないかなと思って、割とね、この10年売れなかったなんて、今の時代だったらもう1ヶ月売れなかったら諦めちゃう人ばっかじゃないですか。もうこのぐらいのなんかスパンで考えて、そのね、その成功を目指すっていう態度が必要なんじゃないかなと思います。ある日ね、めちゃめちゃ名曲多いんですよ。まあ本当にね、ぜひなんかある日ね、聞いていただきたいなと思います。